インシデント管理とファシリティ管理。おはようございます、マサルです。今回はサービスマネジメントの分野からインシデント管理とファシリティ管理について勉強します。それでは始めていきましょう。令和4年、問い44、 IT サービスマネジメントにおけるインシデント管理の目的として適切なものはどれか。あ、インシデントの原因を分析し、根本的な原因を解決することによってインシデントの再発を防止する。 E、 サービスに対する全ての変更を一元的に管理することによって変更に伴う障害発生などのリスクを低減する。 U、 サービスを構成する全ての機器やソフトウェアに関する情報を最新・正確に維持・管理する。 A、インシデントによって中断しているサービスを可能な限り迅速に回復する。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は A、 インシデントによって中断しているサービスを可能な限り迅速に回復する。こちらがインシデント管理の目的として適切な選択肢です。それでは解説していきます。今回の問題はインシデント管理の目的として適切なものを選ぶ問題でした。まずインシデントとは何か勉強しましょう。インシデントとは IT サービスの品質が低下する、もしくは低下する可能性のある事象のことを言います。エンジニアとしてはインシデントという言葉には怖い響きがあります。そしてインシデント管理とはインシデントが発生した時にサービス継続を優先させるプロセスのことを言います。ここで注意したいのは、インシデント管理はインシデントの原因解明ではないということです。今回の問題はインシデント管理という名前の響きからあの選択肢を選択しがちです。インシデント管理はえの選択肢にあるように、インシデントが発生した時にサービス継続を優先させるプロセスであることを覚えておきましょう。では間違い選択肢も確認しておきます。あの選択肢は問題管理のプロセスです。問題管理とはインシデントが発生した原因を分析し、恒久的な解決策を提示するプロセスのことを言います。あの選択肢の中にも原因を分析して抜本的な解決によって再発を防止するとありますね。よって問題解決が適切です。次の選択肢、 E の選択肢は変更管理のプロセスです。変更管理とはシステム変更に伴う影響を検証することで検証・評価を行うプロセスのことを言います。選択肢の中にある変更を一元的に管理するという部分から変更管理だと判断することができます。次の選択肢、 U は構成管理です。構成管理とは IT サービスに関する資産を整理・管理するプロセスです。例えばインシデントが発生した時に機器の入れ替えが発生したとします。そのような場合に IT サービスを構成する機器の情報を最新情報に更新して情報を整理・管理します。では問題を見直しましょう。 IT サービスマネジメントにおけるインシデント管理の目的として適切なものはどれか。正解は A、 インシデントによって中断しているサービスを可能な限り迅速に回復する。こちらがインシデント管理の目的です。この問題は A を選びがちです。インシデント管理とはインシデントが発生した時にサービス継続を優先させるプロセスであることをしっかり覚えておきましょう。それでは次の問題です。平成29年秋、問い51。情報システムに関するファシリティマネジメントの施策として適切なものはどれか。A、 打ち合わせの場において参加者の合意形成をサポートするスキルの得得。 E、 サーバー室内の設備を省エネ機器へ交換することによる維持コストの低減。 U、 相談窓口の設置によるソフトウェア製品に関するクレームへの対応。 A、部品調達先との生産計画の共有化による製品在庫数の削減。どれが正解でしょうか？それでは正解の発表です。正解は E、 サーバー室内の設備を省エネ機器へ交換することによる維持コストの低減。こちらがファシリティマネジメントの施策として最も適切です。それでは解説していきます。この問題はファシリティマネジメントの施策を選択する問題です。まずファシリティとは施設や設備のことを言います。よってファシリティマネジメントとは施設や設備を運用・管理する取り組みのことを言います。
このことから正解選択肢の E はサーバー室内の設備を省エネ機器へ交換することによる維持コストの低減、つまりファシリティマネジメントの施策であると判断することができます。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢はファシリテーションの施策です。ファシリテーションとは会議やミーティングを円滑に進める技法のことを言います。コロナをきっかけにオンラインでの打ち合わせが多くなり、ファシリテーションが注目を集めるようになりました。ファシリテーションに関しては後ほどのブレイクタイムでお伝えします。うの選択肢はサービスマネジメントです。サービスマネジメントとはシステムによって実現されるサービスの品質を維持改善していくことです。相談窓口でクレーム対応することによってサービスの品質を維持改善していきます。最後の選択肢 A はサプライチェーンマネジメントの施策です。サプライチェーンマネジメントのサプライチェーンとは部品の調達から生産、物流、販売までの一連のプロセスのことを言います。サプライチェーンマネジメントではこのサプライチェーンの情報を一元管理することによって業務プロセス全体の最適化を目指します。サプライチェーンマネジメントによって納期短縮、在庫コスト、流通コストの削減が期待できます。では問題を見直しましょう。情報システムに関するファシリティマネジメントの施策として適切なものはどれか。正解は E、 サーバー室内の設備を省エネ機器へ交換することによる維持コストの低減、こちらがファシリティマネジメントの施策です。それではここでブレイクタイムです。試験対策としては覚える必要はありませんが、今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はファシリテーションについてお話ししたいと思います。ファシリテーションが注目を浴びるようになったのはオンラインミーティングの増加です。オンラインミーティングでなんだか変な空気で全然話し合いがまとまらなかったということは誰もが経験あるのではないでしょうか。そのような背景から会議やミーティングが円滑に進められるファシリテーションが注目されるようになりました。ファシリテーションのメリットは大きく2つです。会議の生産性向上、そしてアイディアの創出です。詳しく見ていきましょう。ファシリテーションを行う人のことをファシリテーターと言います。ファシリテーターの役割はスタートとゴールを決める、参加者を理解する、発言しやすい雰囲気を作る、時間管理、結論を明確にする、このような役割が求められます。とはいえこれらの役割を簡単に果たすことはできません。ファシリテーションにはいくつかのコツがありますので参考にしてみてください。まずスタートとゴールを明確にすることです。参加者に何のための会議で何を決めるのか共通認識を持ってもらうことが大切です。そして意見を引き出すためには参加者が発言しやすい論点にすること、そして意見を整理して再度論点を提示すること、さらに安心安全な雰囲気を作ることなどが挙げられます。例えば目上の人から意見を聞くと周りの人は意見がしにくくなります。まずは目上の人以外から意見を聞くようにする。また意見によっては論点がずれていくことがありますので、意見を整理して再度論点を提示することも大切です。会議後は会議をやったきりにならないように結果をまとめて次のアクションにつなげることが大切です。会議で話し合った内容が参加者の記憶にあるうちに議事録を作成するようにしましょう。以上ファシリテーションに関する話でした。何も考えずに議事進行するだけではなく、ファシリテーションを意識して議事進行することで会議の質はぐっと上がると思います。それでは最後に復習です。令和4年問い44、 IT サービスマネジメントにおけるインシデント管理の目的として適切なものはどれか。正解は A、 インシデントによって中断しているサービスを可能な限り迅速に回復する。次の問題、平成29年秋問い51、情報システムに関するファシリティマネジメントの施策として適切なものはどれか。正解は E、 サーバー室内の設備を省エネ機器へ交換することによる維持コストの低減。今回はインシデント管理とファシリティ管理について一緒に勉強しました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。